本日求心は、第1回読売文学賞小説賞を受賞した、イブセマスジの小説である。書質は、別冊文芸春秋第12号、第14号、第15号、第16号。1952年に、渋谷美監督で映画化された。また5回にわたって、テレビドラマ化された。左から三国連太郎、田村昭子、中村信夫、龍英二郎。 す理恵子、佐田刑事。左から淡島千景、鶴田浩二、龍英二郎。左から龍英二郎、田村明子、佐田刑事。1957年3月5日から同年同月26日まで4回にわたって、日本テレビの山市名作劇場で放送。初のテレビドラマにして、唯一の連続ドラマ。1959年12月31日に、 ネットの13時10分14時45分で放送。この年開局したネットが大晦日特別番組として放送。1961年3月8日に TBS の日立劇場で放送。1964年3月6日に NHK 総合テレビの文芸劇場で放送。1994年3月14日にテレビ 東京系列の単発特別番組枠、月曜特集の特別企画として、文芸劇場以来30年ぶりに放送。本来堂番組の枠は19時30分20時54分だが、この回は20時21時54分で放送された。松本武雄、伊ブ瀬マ次年譜、立正大学文学部研究機応13号、133ページ。 1997年3月25日。HDL11266、2554、ネイド1100億46万6693。キネマ旬報ベスト1085回前市1924から201188ページ21時の、千正尾の評判家族探訪は、休止20時54分のミニ番組。 暮らしのカレンダーは21時54分に繰り下げ、その21時54分のミニ番組、流行図鑑は19時54分に繰り上げた。また19時の、拝見スターの晩ご飯は、前週の3月7日で終了したため、19時19時54分に、釣り特別番組、特選。春のうまい釣りを編成した。ありがとうございます。